父親が、お前を守ったと聞いたぞ。俺は？モーコはどちらを生かすか迫り、父さんは迷わずゲンタを選んだんです。ゲンタが殺されると分かると、俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺がゲンタを巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。 加減はせんぞ。 離れよ。
真に耐えきれず命を絶ったのか。仲の良い家族だったであろうに。